さあ、皆さん、ミジンコ生活いかがお過ごしでしょうか？ということで、だいぶ背景も変わっております。ミジンコタワーの2階の部分に今来ております。いろんなものがありますけどね。まあ、これ、ただの水が入ってあります。まあ、冷えないようにぬるま湯にはならないけど、ちょっとぬるめになっているというような状況ですよね。で、こっちにあるのはね、ブラインシュリンプを今沸かしております。して、まあ、鶏粉とかいろんなものがあったりして、まあ、後ろにはね、ESB。まあ、以前にね、購入、最初に買った桜メダカさんの、まあ、PSB の容器がここに入っております。まあ、増やしてるやつですよね。で、後ろの方には、今、家で増やしてる、まあ、培養液の方、グリーンウォーター培養液、生クロレラ塩があります。そして、ここにあるのが NV13 ですね。NV13。中身は培養液が大体、全体の1割ぐらい。2割弱かな。そのぐらい入ってる状況です。で、真ん中には爆食君がセットされております。NV13 なんで、だいたい約13リッターぐらい。まあ、水量が入るかなと。まあ、セッティングとしてはね、まだね、下ばっかりです。まあ、初日、1日目というような状況にはなっております。明るいとね、まあ、あんまり数見えないかなと思いますけれども、今、こういう感じで泳いでいますよね。ちょっとね、電気を消してみたいと思います。電気を消して、光を当てると、まあ、集まってきますよね、習性として。そうすると、ちょっと下の方が当たるの見えるかな。この辺とか、まあ、こんな感じで、今、下にいるのがわかりますよね。まあ結構ね、下の方には今、こういう感じで泳いでおります。まあ上はあんまりちょっとね、まだ初日という段階なので、そこまで見えないかなというふうには思います。まあこれもね、まあ泳いという感じで皆さんにちょっと見ていただこうかなと思います。この今ね、販売してますクリアケース仕様のもの、単体のものとクリアケースセットのものとありますけれども、単体のもので買ってもらったら NV13 でもそのまま基本的に使えます。で、クリアケースセットで買ってもらったらクリアケースでも使えますし、この NV13 でも使えます。この高さがね、だいたいクリアケースと NV13 同じくらいなので、ほぼそのまま使うことは可能になります。ここのジョイントはね、これちょっとね、長めなので、まあ、販売しているのはもう少し短いやつになるんですけれども、まあ、こんな感じで、ここの中の部分は同じような形で、セッティングは可能なので、まあ、このね、単体のものをね、買われたっていうような方。この方はね、家にある NV13 でもね、同じようにね、使うことができますので、使ってみてください。そうすると、クリアケースのものよりも、水量がね、だいたい倍ぐらいのサイズにはなるので、まあ、それでもね、十分にね、増やすこと自体は可能ですから、まあ、今こうやって見てもらうと、こんな感じでミジンコ寄ってきてますよね。だからこれでもね、十分いけます。水温だけね、ある程度、作っといてあげてください。25度とかね、そのぐらい高いのはいらないかなと思います。今、まあ、簡易的に測ると22度。まあ、だいたい22、3度。このぐらいの水温が取れてれば、十分増えます。あとは、まあ光、まあ以前ね、暗闇とかいろいろやりましたけれども、まあ光はね、あった方がいいです。だからね、まあずっと光、こういう感じで、もう基本的にね、24時間照射をしております。それの方がね、まあちょっと長持ちするかなっていうような気はしておりますけれども、まあ大体やっぱね、いろんなね、水産試験場のチェックとか、ああいうね、試験のね、結果とかを見ても、やっぱね、3日ぐらいがベスト。4日目がピークで、4日目から落ちてくる場合が多いので、まあ、だいたい3日ぐらいを目処にしてもらうのが一番ベストかな、というふうに思います。それがね、まあ、ほぼ、パーフェクトな、設定となるかなと思います。そして、ミジンコタワーの1階部分。ここにですね、今、バケツ仕様になっております。はい、こんな感じでね、1階の部分にはバケツが4つセットしてあります。で、これがバケツ仕様で今ね、販売してるものですね。で、販売してるものと違うのは、ここに排出ノズルを今つけてません。まあ場所がっていう状況もあるんですが、排出ノズルをね、つけないと、こういう風になります。中がね、少しこう汚れ始めると、こんな感じになって、
壁汚れますので。だから室内とかでね、やられる方っていうのは、排出ノズルをつけてペットボトルにボンと刺してあげてください。じゃないと、こういう感じに、ブワーっと吹き出してきます。ここのとこにもね、ミジンコがブヤ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 って出てきますので。だからね、こうやって汚れるから、排出ノズルは基本つけてあげてください。排出ノズルをつけると、音は静かになります。ないと、ここからシャーっと音がするので、ちょっとね、うるさいかなと思います。夜なんかはね。だから、ここに、付属の排出ノズルはつけてあげてください。で、こんな感じになりますので、まあ、汚くなってくるのでね。まあ、汚くなってくるっていうのは、逆に、ミジンコが増えてるっていう証拠です。これがね、ヒーターになります。今、上部に、うわーっと、横はね、基本的にそんなに熱くならない。まあ、熱くなるけど、上に熱風が来るような形のものになるので、まあ、この辺はね、大丈夫です。触っても熱くなってないんで、ここは大丈夫。というものですね。これもね、ちょっとライト消してみましょう。これもね、結構いるんですよね。これがね、3日目に入ったところかなーっていうところです。光を当てるとね、結構見えますかね。こういう感じです。今ですね、バケツ仕様がね、結構調子がいいんですよね。こういう感じで。今3日目に入ったとこです。2日終わって3日目。だからこれで3日終わったぐらいで、だいたいいわゆる、まあ72時間っていう状況になると、まあ一番ピークなのかなっていう気がしますので、そこら辺でね、リセットかけるのが、まあベストだというふうに思いますね。今結構いますね、光当てると。で、こっち側。これもね、光当てるこんな感じです。かなりいますよね。かなり出てきてると思います。相当増えるんで、今。すごい増えますね、今ね。こういう感じです。まあ、全体に、こういう風に。水の流れがあるのでね、どっか一箇所に集まって、トルネードのような感じにはならないんですが、こうやってすごいいます。奥も見てみると、これも、どうですかね。これも同じ感じに、もう絶好調な感じですよね。これでまだ2日経って3日目なんで、で、この一番奥。これも同じですよね。という感じですね。なので、こういう風に4つあると、まあ、いわゆるローテーションがかけれると、いう風になりますね。だからこういう、ちょっとね、これは、ホームセンターで売ってるスチールラック。まあ、だいたいこれが多分、確かね、横幅90だったかな。そこに、バケツ、この8リッターのバケツだとね、ちょうどこう斜めにやるとね、4つ入るんで、4つ入れて、まあ、このヒーターがあればこれで、まあ、なければね、なんか湯たんぽとか入れたりして、温度を調整してあげたりしてもらうといいかなと思います。今ですね、水温が、まあ、これも22度ぐらい。だいたいこれで21度ですよね。まあ、こっちの方もだいたい19度。まあ、だいたいそのぐらいの温度ですね。で、このヒーターを見ると、まあ、80度とか結構温度は上がりますので、まあ、触るとね、暑いんで、ただね、触れてなければね、この辺とか触っても全く熱くない。この横のところとかもね、こうやって触っても20度ぐらいしかないんで、まあ燃えることはないかなと思います。だからこういうセットにすると、もう全然回せますね。で、1個1個でいくと、まあ8リッターしか入らないのに、かなりミジンコ取れます。またその取り上げる状況はね、また動画に撮りたいかなとは思いますけれども、今、これの単体のものと、単体2個セットと、あと、バケツ付きの1個のやつと、バケツ付きの2個セットを今ね、販売しております。まあ4個とかね、あると、ローテーションで回していけば、常に同じような感じで回せるし、まあシーズンに来るとね、ヒーターいらないので、まあ外で4つ並べて、まあ3つとかでもいけると思うんだけど、まあそれでね、回してってあげると、もうガンガン増えてくれますね。まあ、ちょっとね、こういう感じになるとなかなかちょっと見にくいんだけどね。またね、取り上げる動画も上げますので、よかったら見ていただければと思います。